東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。でこの1年間360日でどこから来ているかというと、これは、北斗七星、360日、この暦っていうのは、東暦って、東暦って言えば北斗七星の東ですね。暦は暦です。北斗七星っていうのは、まあ、北半球に生きている我々の先人たちですね。天空、夜の夜空を見て、で北斗七星、まあ、常に、まあ、見えます。毎日北斗七星だいたい1度ちょうど一周するのは360度、北斗七星の今日の部分ですね。つまり北斗七星磁石の形になっているわけですから、磁石のハンドルの手で持つ部分では豹と言いますけれども、この豹の部分っていうのは春の時に東の方角に向いています。夏の時にこの豹南の方角に指しています。秋の時にこの北斗七星の豹虹の方角に指しています。冬の場合はこの豹が北の方角に指しています。つまり一年中ぐるっと360度天空の夜空の中で逆時計回りに回っていきます。だいたい一日一度ぐらい移動するわけですから、ちょうど360度から1年360日という暦、昔の人は作ったわけです。この360日から24世紀割り当てて、で24世紀っていうのはだいたい15日間一つの期変化するという前の話をしましたんです。北斗七星の豹ですね、東の方角に指している場合は春です。南の場合は夏です。で、秋の時に西の方角。で、冬の時に北の方角ですね。だから、東西南北、プラス中央、この5つの方角、この五行と、まあ、連動しているわけです。木に対して東。火の場合は南。金の場合は西。水の場合は北、土の場合は中央です。だからこの方位と五行との関係性ってはもともとここから来てます。東西南北中央ってこれ空間ですから、空間と五行と関連性、時間もそうです。さっき話したように春夏秋冬五行と連動してます。で春夏秋冬の間の18日間土ですね、春は木です、夏は火です、で秋は金です、で冬は水です。でこれ一年中の変化はそうなんですけども、一日も同じです。今は24時間で計算してますけども、昔は12時間です。まあ時計の技術発達するまでは一年12ヶ月1日12時間です。12ヶ月の場合は3月4月5月これ春です。で6、7、8夏です。9月10月11月これ秋です。で12月1月2月冬です。一日中どうなるかというと、一日中は12時間と12ヶ月全部12支で表しています。12支って何ですかというと、ネウシトラウタツミ馬羊猿鳥犬イ、この12支があります。ネウシトラウですね、1月です。時間でいうと1日23時から1時、これネの時間。牛はこれ2月です。で1日で言うと1時から3時の間で、虎は3月で、時間で言うと3時から5時で、ウは4月で、時間で言うと5時から7時で、タツ、まあ、時間で言うと7時から9時ですね。5月表します。ミ、タツの後ミですね。で時間で言うと9時から11時で、次で言うと6月。馬、これ月で言うと7月です。で時間で言うと11時から13時です。ちょうどこの馬の時間、1日だとしたら
お昼、太陽の一番高い時です。で、1年で言うと7月、つまり一番暑い時期です。まあ、この7月っていうのは旧暦の7月です。旧暦の7月、公暦で見るとだいたい8月頃になります。だからちょうど世の中で一番暑い時期です。羊の方が時間で言うと午後の1時から3時で、月で言うと9月です。身の方は8月です。猿の方は9月です。で、時間で言うと午後3時から5時の間です。その後の5時から7時の間です。これは鳥の時間です。で、月で言うとちょうど10月に当たります。で、犬、これ時間で言うと19時から21時ですね。この2時間、犬の時間です。月で言うと11月です。イ、つまり一番最後ですね。イノシシのイ。12月、あるいは夜の21時から23時の時間帯を表しています。この十二支、五行とどういうふうに連動しているかというと、トラとウ、木の木が司っています。一日で言うと、3時から朝の7時まで、この4時間です。ちょうど太陽が昇ってきているという時間です。世の中の木っていうのは、中から外に出ていく時間です。人間、起きていく時間です。動物、活動していく時間でもありますね。カの木が主役になっているという時間帯というのは、身と馬です。つまり、9時から午後の1時までの4時間です。で、この時、太陽のエネルギーがどん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 強くなって、お昼になると一番強い時間です。一年中だとしたら、これは夏の季節です。午後です。この猿と鳥の時間。つまり、3時から夕方の7時まで、つまり15時から19時まで、この4時間、猿と鳥の時間です。で、季節で言うと秋に当たります。で、この時に太陽は沈んでいきます。下がっていきます。まさに金の木が働く時間です。イとネです。つまりイノシシとネズミ、この2つの時間帯ですね。1日で言うと21時から1時まで、この4時間です。一年中で言うと冬の時期にあたります。で、この時に基本的に万物、休んでる時間であります。少なくとも人間はこの時間帯寝なきゃいけないという時間になっています。これは自然の摂理です。じゃあ、この4つの時間の間です。牛、立つ、牛ってしたら1時から3時の間です。立つでしたら9時から11時の間です。あと羊、午後の1時から3時の間で、最後犬です。19時から21時の間、この4つの時間帯ってはこれ土の木が司る時間帯です。で、1年で言うと、あくまでも旧暦のことなんですけども、これ2月、5月、8月と11月です。この4つの月と時間帯、これどの木が司ります。日本では土用の丑の日ってうなぎを食べるという習慣がありますけれども、土用の丑っていうのはこれ何ですかっていう、丑の日ですね。歴、毎年毎月毎日、あるいは毎時、つまりその時間帯、全部江戸で転換地支です。転換って甲乙丙丁、10の転換があります。地支の場合はこの12支があります。10の転換と12の地支って組み合わせで、毎年毎月毎日毎時間ちゃんと表すことができます。で、牛の日ってはまさにこの銅の木が司る日です。これは時間と五行の関連性、こういうふうになってます。この五行っては木の変化ですから、木の変化もう全部この時間と関係しているわけですので、
だからそこから生まれた時の年月日と時間、当然その5行の組み合わせがあります。で、成長してる過程に置いておいて、毎年毎月毎日時間までですね、この5行の属性があります。だから自分生まれた時の5行の組み合わせの持ってるキーの情報、その後成長してる各段階の5行のキー、合うか合わないかによって、これもいわゆる四柱推命とかそういった占いの理論、そこから来てます。当然東洋医学もこの五行の木ちゃんと見てます。年の単位でも見てますし、月の単位でも見てますし、日の単位も見たりします。そうすると、なんでこの季節になってくると体の方は急に体調不良になったりとか、でこの季節過ぎると体調が良くなったりするとか、なんでこの年この月に発症したりするとか、これ多くの場合はこの五行との関係性がその背景にある。だからこの五行の関係性をちゃんと理解した上で精通していれば、この病気でしたらいつになっていくと良くなっていくかって、あるいは来年この時期は注意しないとこういう病気になりますよって予測することもできますし、予防することもできます。当然治療の手助けにもなるわけです。